本日は私ども子供のために素晴らしい卒業証書授与式を取り行っていただきまして誠にありがとうございました。お礼の言葉を述べさせていただきたい。いつのでんのか。バーバーって。あ、カメラバージョンだった。だけいっぱい果物あったけどさ、また地球にいない生まれたて1歳2歳あら首のまたかはい、どうも石原でございます。今日は3月16日となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日石原はむちゃくちゃ緊張しております。いやー、ついに今日が来ました。柔らかな春の日差しを感じ、桜の花の季節となりました。素晴らしい卒業証書授与式を取り行っていただきまして、卒業生保護者一同を代表いたしまして、お礼の言葉を述べさせていただきます。させて述べ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 させてください。校長先生をはじめとして子供たちを今まで教え導いてくださった先生方に心からお礼を申し上げます。今日の旅立ちの日を迎えられましたのも先生方のおかげでございます。タトゥーが貼ったんだ。タトゥーが貼ったんだ。でもまあまあいいよ。ここがちょっとこう、もうちょっとここがこう。結構きつかね。こっちか。しかもなんかちょっとずれてる。ここは手直しして手直し。手直しがね。足元ネクタイしとらん。うわ、ネクタイするよ。だけ言うたん、はよ、準備していって。はい、じゃあ行きましょうか。桜が一切咲いておりません。どうですか心境は。いや、緊張してますよ。大人しかも頑張れ。お礼の言葉を述べさせていただきたい。させて述べ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 させてください。お礼の言葉を述べさせていただきます。ご来場の皆さん、本日のご出席、また温かいお祝辞を心から感謝いたします。校長先生をはじめとして、子どもたちを今まで教え導いてくださった先生方に、心からお礼を申し上げます。今日の旅立ちの日を迎えられましたのは、一人の先生方のおかげでございます。早いもので、小さかった子どもたちが入学してから、6年という月日が経ちました。大きなランドセルを背負い、桜の門を隠していたことが、ぜひ、気象のことのように思い出されます。ふざけるのが大好き、笑顔が大事な子供たちでした。目を輝かせて、生き生きとした堂々と比較し、楽しそうに話す我が子の姿を見て、
最後になりましたが、校長先生をはじめ、諸先生や職員の方々、ご来人の方々、ご健康とご多幸をお祈りいたしまして、お礼の言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。これからも一緒に頑張りましょう。カメラの音だ。コップとなっていて。一生銭湯も。はい、皆さんおめでとうございました。いや、無事終わったわ。無事にパパの謝辞が終わったわ。みんなに褒め寄ってやん。いただきます。はい。もうこれあれは何これ。あー。もう帰ってくるとどこにしようか。いじでも帰って返すとかさ。体を動けよ。おおい。